それでは盛大にドラで育樹祭のスタートを合図を送りたいと思います。ありがとうございました。クルチの森100年プロジェクト実行委員会筆頭参道に平田大地と言います。よろしくお願いします。今年はまた例年と変わって、イベント開催という形なんですけども、そういった意味ではどうですか？いやもう本当に忘れられない1年になったかなという気がしますね。まあ、そもそもその新型コロナの影響もあって、あまりこう大広げではない形での開催ということでクローズでやる予定だったんですけど、それに加えて今回またね、今日に限って大雨ということでございましたので、とはいえ旧暦9月6日に、このクルチ のお祝いをするというのはずっとやりたかったことだったんで、まあ、今日は普段の日でもありますけれども、来てくれる方々大勢いたかなと喜んでおります。はい、今年は本当コロナ禍の中でなかなか活動っていう面でも厳しかったんじゃないですか？そうですね、非常に、こんなにも日常というものが変わるのかなというので結構びっくりしましたね。まあ面白いことにクルチの森に来ると全くコロナの影響がなく、森自体はすくすくと育っていてですね、まあ、考えてみたらやっぱ人と人の接触でなんかこう移るという病気なんだということで、改めてなんかこのコロナの持っているちょっとこう性格というか、そういったものをちょっとなんか悲しく痛く思った記憶ありますね。はい、また、今年はオンラインを活用してさまざま今までの活動を、まあ、発信という形でお聞きしてるんですけども。そうですね、本当にある意味時空を超えてというか、こういう状況なので逆に皆さんにクルチの森に集まっていただくことが今難しくなってますので、逆に言えばこちらからオンラインで発信していこうということで、このクルチの森育樹祭をですね、県外や海外のクルチファンの皆さんにもなんか届けられる機会になったんじゃないかなという意味では、まあ、こうでもならなければこのオンラインで、配信しようということを考えなかったので、これはこれでコロナ禍から出てきた一つのなんかこう取り組みの工夫かなと思ってます。100年プロジェクトということで、また来年再来年どういう活動、そして情報発信していきたいですか？今徐々にですけれども、宮古島とか南大東島とか、それから久米島とかですね、徳之島にもこのクルチの森の仲間たち、まあ、兄弟ですね、クルチの島兄弟プロジェクトというのが始まっています。で、まあ、宮沢さん中心でまさにこう動いている取り組みではあるんですが、いずれこの読谷のようにですね、地域の方々や行政の方々みんなの力をいただいてですね、もっともっと沖縄県全体にクルチの森が広がっていくのが一番理想だなと思ってますので、そういうなんか来年再来年のですね、またこうつながりになったらいいなと思ってますね。はい、クルチズッ